YouTuber の竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池田隆組長、小田義則代表、金沢茂樹若頭って3人とも韓国名がキムですよね。これって何かつながりあるんですかね。私が聞いた話が3人とも韓国の最終党出身やったな。そんな関係で仲がええって言うとったよ。民族意識高いですもんね。それはどこの国でもやっぱり自分が生まれた民族が一番や思とるわな。日本人は大和魂が一番や思とるし、韓国はコリアン魂が一番や思とるわ。アメリカはヤンキー魂よ。これ昔からその国々において男魂いうのがあるわけよ。で、日本に当時渡ってった人を言うたら最終島の人が多かったよ。近いですもんね。うん、船乗ってすぐやからな。うん、会長は在日の方といろいろご縁あったんじゃないですか。あったよ。私は在日の女とも一緒におったこともあるし、前言うたように私自身が朝鮮部落の中で育っとうからな。うん、だから今でも私のことは韓国人違う会で思うと人間よくおるわ。あ、そうなんですか。うん、遊ぶんも韓国クラブよう行きよったしな。私は韓国好きやな。まっすぐよ、みんなな。今姫路に韓国クラブってあるんですか。韓国クラブいうのはないわな。ショーしたりするな。あ、だけどこのこっちで結婚したりしてそういう人間が、まあ、韓国クラブらしきもんをしとう店はあるわな。私も何回か行ったことあるけど。竹中武史組長や正志総合役の韓国クラブお好きだったんでしょ。好きやったな。そら姫路のクラブリーとかゴールデンソウルの西光明いて、まあ、有名な男おるんやけど、これをもともとマッサンが可愛がっとったからな。あ、そうですか。その後引き継いで私が面倒を見出したんや。正志総合分は韓国クラブとかは行かれてたんですか。親分は行ってなかったやろ思うわ。韓国のお金の店ってありませんでした。予防な、村の境の小山賢治が、まあ、一丁勘でしとった店よ。うん、私にコン取ってくれとかなんとかかんとか言ったけど私は行ったけどな。コン取ってくれって言われてたんですか。小山が私に会長言って、藤中いうのが経営しとるからコン取ってくれへんかいうようなこと言ったけど、何言うてんねんって関係ないやろってやっぱり女の子はみんな喜ぶんよ。韓国のお構えたら話が上手やしな。だから小山はこの藤中と共同経営みたいな感じやったんちゃうかな。表には出てなかったんちゃう。あ、そうなんですか。小山は表に出とったのは韓国クラブの信頼よ。ここはええ女ばっかりおった。ほんで三宮の東門筋でヒルトンいて韓国クラブもしとったわな。小山賢治はよ、シンラなんかは行ったことないけどな。私が行ったら嫌がるやん。でしょうね、酒癖悪かったからな。で、女の子連れ出すよ。私も常識で考えて嫁がクラブしとったからそういう掟破りは要せんわな。中野会で釜山で不審死された吉野和俊さんも韓国クラブお好きじゃなかったですか。吉野嫁さんも韓国人やったよ。あ、そうなんですか。うん、だから姫路の韓国クラブも来よったよ。その女の子ら追いかけてな。あ、そうなんですね。絶えずショーのメンバーいたら変わるからな。日本全国股にかけて巡業みたいなもんやんか。で、吉野の場合偉かったのは兄弟で、誰々に5枚の花をしとってくれとかな。で、その金もきちっとくれよった。あ、そうなんですね。うん、韓国といえば許永忠会長、今フィリピンを拠点に何かされてるんですか。フィリピンへ行ったり来たりしとったな。うん、これからアジアの中心地になるやろいうようなことを何かのインタビューで言うとったな。あ、そうなんですか。うん、で、日本へは今のところ入られへんけど、うん、いずれ日本に入って日本と韓国のために頑張りたいようなことも言うとったな。許永忠会長の娘さんと古川組のどなたかが結婚されてたんですか。そうや、井ノ口いうのがな、許永忠会長が東京拘置所
に入った時に私ずっと手紙のやり取りしよったんよ、うん、でこの井ノ口がおじき言うてもう俺刑務所行ったら手紙のやり取りできへんから一旦打ち切ろん言うて共栄中会長が言うてますせと、うん、まあこの井ノ口らは大きい会長やったわな、うん、そやから私は年賀状と所中見舞いだけ一方通行やけどずっと出してきた。あ、そうなんですか、うん、もし機会があれば共栄中会長にお会いしたいと思われます？それ青いで約束しとったやん手紙ではな、この私の兄弟分思いの気持ち言うたらやはり褒めてくれとった。その手紙もあるけどな、うん、はい、でまたあの運転手しとったもんとか一極会のもんいたら私仲良かったしな、うん、まあ、当時一極会の頭しとった人間も今私の射程やけどそれも大木会長立派な人やったり。あ、そうですね、うん、スケールが違うわな、うん、私が古川組に入るんと共栄中会長がパクられるんと入れ違いやったな。雅叙園ホテルいうとこが東京の目黒にあったわけよ、はい、そこを新田建設の名前で二重屋押さえとったわ。ほんで新田建設ついて書いたらホテルの宿泊料ただやったんよ、うん、私はちょこちょこ使わせてもうた。あ、そうなんですね、うん、じゃあ日の方って仲間に対する思いやりとか日本人と違うなって思われることあります？北朝鮮の人間はやはり民族性いうのを全面的に出しとから違うけど、うん、韓国の人間は日本人と変われへん。あ、そうですか、うん、そやから私は韓国の女と一緒におってその女自体が言うとった。日本で生まれて日本の学校行って私は一回も韓国人思ったことないって。あ、そうなんですね。そんな感覚よ、うん、もう私らでもそうやんか。韓国人や朝鮮人やいうのを分かっとっても自然と入るやんか、うん、この日本の国いうのは、まあ、昔は知らんよ。でも今は民族性いうのは韓国と日本言うたらおとんちゃうかな、うん、それから韓流ドラマばっかり今見ようやんかみんな。そうですね、うん、まあハングリー精神は日本人よりもっとはな、うん、芸能界見てもちょっと偉い人や思う人姫路でもそうやけど大概韓国人よ。やはり大日いうのは公務員にまあめったになれへんわな、うん、だから自分の実力でのし上がっていくしか方法ないわけよ。池田隆組長にも言えますがお金儲けも上手ですしね。努力しようや。今の日本人言うたら野心いうのがなくなってるもん。うん、そうですね。池田組といえば村上兵衛顧問が古典資産税の延滞金164,500円を値切らせようと岡山市職員を脅迫したとして逮捕されましたよね。村上兵衛顧問気の毒やな思うわ。今年4月に刺されてませんでした？あ、元大石組の飯尾昌司若頭補佐な。これ言うたように私3回おったんよ。これはなかなかの男や。肩破りの男やけど意気投合したな、うん、村上兵衛顧問と飯尾昌司さん池田隆組長って大石組のつながりなんですか？そうや、みんな岡山行ったら大体、まあ、瀬野組は別やけど大石組やんか。会長は一時期この村上兵衛顧問が池田組を継承すればということもおっしゃってましたが、それだけ器量のある方だったんですか？それは事務所を見ても立派やし、六代目山口組の方が村上兵衛顧問を前に立てて代譲りしたらどうやと、池田隆組長それで引退したらどうやというような話もあったんや。あ、そうなんですか。やけど村上兵衛顧問では皆がついていかんや。ほんで年も年やしな、うん、と言って前谷雄一郎頭はその話があった折に四国の新居浜へ帰って右翼でもするって言ったらしいよ。だからそういう時期もあったんよ。でも池田隆組長は織田義典代表にどなしても池田組の後を継がしたかったいうようなこと言うんな、うん、まあその前に今杉本組の3代目継いどる山田はじめ組長を、まあ、池田組の後目に言う話で引っ張ったいう話もあったけど、それはまあどうかわからんよ、うん、それぐらい山田はじめ組長を池田隆組長はこう取ったみたいやな。そうなんですね。その器量があるから
六代目山口組の直さんになったんやけどな、うん、では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。